どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい。俺的映画速報第257回。俺的映画速報では、今週の映画興行収入動員数ランキングを見ながら、エンタメのトレンドについて語っていきます。ということで、2月23日から25日までの国内映画動員数ランキングが興行通信社より発表されましたということで、今週はね、こんな感じになっているんですね。新作が1、2、3本入っておりますね。というわけで、今週の1位はもう皆さんね、やはりこちら、劇場版配給が首位を守りましたということで、まあこれはもうね、予想済みだと思うんですけども、今週はですね、3連休となった週末3日間で、動員78万1000人、興収11億2000万円を上げ、2週連続1位になりました。強いですね、2週目にして、まだ興行収入11億円ですからね、圧倒的と言えますね。累計成績は早くも動員290万人、興収 41.8 億円を突破しています。これ覚えておいてください。動員が290万人ですね。興収が 41.8 億円。これはですね、先週の金曜日から今週の日曜日、だから10日間ですね、金土日月火水木金土日の10日間の興行収入となってます。それがね 41.8 億円。さあ、このね、先週お伝えした俺的映画速報の中で興行収入、オープニング興行収入ですね、劇場版配給は歴代4位となりました。はい、こちらですね、見てください。これね、これ金土公開初週末、要するに公開、初週末の、金土日の3日間の累計ですね。配給こちらね、22.3 億円で、4位だったんですよ、歴代ね。1位が鬼滅の刃、2位が名探偵コナン、3位が劇場版呪術廻戦ゼロ、そして4位がね、配給なんですね。で、このね、呪術廻戦ゼロとの比較ですね、26.94 だから、まあ、4億円ぐらいの、4億円から5億円近いね、差があるわけですけども、さあ、2週目に入って、まあ今回ですね、先ほど言った通り、10日間のね、興行収入が 41.8 億円だったんですけど、じゃあ呪術廻戦はどうだったかっていうと、これね、調べてみたんですけど、10日間はなかったんですが、11日間の興行収入が出てました。それがですね、58.7 億円でした。はい。11日間で 58.7 億円ね、呪術廻戦ゼロ。そして、配給が10日間で 41.8 億円なので、まあ、もう1日プラス2億、3億足したとして、まあ、43億円、4億円、まあ、44億円としましょうかね。44億円として、配給が44億円、呪術廻戦が 58.7 億円、約56億円ですから、そうですね、15億円ですか、約15億円の差が出ております。ちなみに呪術廻戦ですね、最終的な興行収入は138億円でした。はい、というわけで138億円が呪術廻戦の最終的な興行収入ってことを考えていくとですね、じゃあ配給はどのぐらいに行くのかなっていうことなんですけども、まあそうですね、100億円ぐらいはなんとか行くのではないかといった今勢いですかね。100億円は行きそうですね。100億円ぐらいなんとかいくといったとこですかね。はい。このままね、動員数が大きく下がらなければいくと思いますけどね。つまり呪術廻戦と同じぐらいの、まあ、勢い、ペース、推移といいますかね。勢いですね。
まあ、若干その呪術廻戦よりは興行収入動員数は落ちてはいるんですけど、まあただ勢い的なね、勢いでは呪術廻戦と同じぐらいであればね、100億円はいくんじゃないかなということで、ただいくでしょうね。劇場版配給は今後、入場者特典が全部で5つぐらい用意されているそうなんで、まあ、入場者特典がね、配布されるタイミングでファンの方たちがまた劇場に足を運ぶと思いますしね、まあ、リピーターもそれなりには見込めると思うので、ただね、劇場版配給こんなに人気があるっていうのは僕も知りませんでしたね。驚きました。まあ、実際ね、僕の動画でも、劇場版配給のレビューしていますけど、まあ、僕もね、この映画はかなり高評価、とてもね、楽しめたと思いますということで、まあそうね、僕の最終的な予想では110億ぐらいなのかな、110億ぐらい、なのかなっていう、110億いけばまあかなりいいペースっていうとこですかね。まあ、今後ね、また何かこう番狂わせじゃないけど、突然また急にグワーンと上がるみたいなことはあればね、もっと伸びるかもしれませんけども、今のところそんなに口コミで、こう広がるっていうかね、大きな、なんだろう、勢い、さらに大きな勢いっていうのはあまり僕もちょっと感じていないので、まあ、呪術廻戦と同じような感じで進んでいくんじゃないかな、展開していくんじゃないかなと思います。はい、ということで、第1位は劇場版配給ですね。とりあえず今後ね、どのぐらい、どこまで記録を伸ばせるのか、注目していきたいと思います。そしてね、今週一番個人的に注目していた作品がこちらなんですね。こちらのマッチングの興行収入にはとても僕はね、注目しておりました。内田英二監督が原作脚本も務め、マッチングアプリをめぐる恐怖を描いた新感覚サスペンススリラーということで、こちら僕の動画でもすでにレビュー動画を上げております。でね、僕これ見たのがね、確かね、東宝シネマズ浜松の、まあ、地方の映画館の、レイトショーだったんですよ。それも平レイトショーだったんですけど、まあ結構ね、レイトショーの割には入ってるなっていうのが、まあ、結構印象でしたね。平日のレイトショーかな、平日だったかな、いつ入ったっけ、土曜日だったっけ、あれ土曜日金曜日、土曜日かな、土曜日か日曜日か、あれどっちだったっけ、まあ、とりあえずね、レイトショーに入ったとは思うんですけども、まあ結構ね、地方の映画館の割には入ってたなっていうことで、これもしかしたら結構全国的に入ってんじゃないかなっていう感触を覚えたんですね。どうもその僕の感触は間違っていなかったようで、初日から3日間で動員20万3000人、公衆2億9550万円、ほとんどね、3億円を上げているわけですね。すごいですよ、これ実写ホラーで、実写映画で、ホラーで、3億円って最近の中では結構ねすごいなっていう、そんなにねこの作品注目されているとは思えないんで、ましてやホラーというかね、スリラー映画でしょう。で、同じ監督の内田英二監督のね、最近のサイレントラブっていう、浜辺美波さんと山田涼介さんの主演の映画、あれもまあそんなにね、突き抜けたとかヒットしたっていう話は聞かないので、同じ監督の作品で、まあ、ホラーですからね、どうなのかなと思っていたけど、3億円ならこれかなりいいんじゃないですかね。はい、なんでねこんなにこの映画、興行が伸びたのか、初週でねこんないい成績を上げたのかっていうと、これはおそらくね、このスノーマンという、スノーマンの佐久間大介さんっていう方がね、狂気のストーカー役で出演されていて、おそらくこの佐久間大介さんのやっぱりを見たいっていう、まあ、女性ファンたちが劇場に足を運んだからなのかなっていうことで、はい、じゃないかなと思うんですよね。ちなみにですね、同じスノーマンの
目黒蓮さんってねいますよね。で目黒蓮さんが主演をされた私の幸せな結婚という映画があったんですけど、あれはね本当に目黒蓮さんがサイレントでもう名前を大きくわーってね知名度を上げた直後の映画だったんですけど、あれはね初週3日間で 6.5 億円だったんですよ。で動員数が 47.9 万人というね、これ大ヒットしたわけですね。でこれね私の幸せな結婚は、最終的に28億円まで稼いだわけですね。それと比べるとね、まあちょっとね、約3億円なので、まあ半分以下というか半分ちょっとなんですけども、半分には満たないんですが、まあそれでもね、やっぱりちょっと、他のこの手の映画からすると3億円、3日間で3億円乗せるっていうのはなかなかないと思うんでね、やっぱりこのスノーマン人気といいますか、この目黒蓮にしろ、この佐久間大介さんにしろ、スノーマン人気すごいなということで、スノーマンって他に何人いるのか知りませんけど、今後もしかしたらスノーマンの、スノーマンのメンバーをキャスティングするっていうことが増えるかもしれないですね。で僕もねこの映画見たんですけど、この映画見るまでこの佐久間大介さんという方ね全然知らなかったんですけど、いやーすなんかねかなりすごい存在感、なんかねびっくりしましたね。えこんな人いたんだっていうね、なんかとにかくただならぬ存在感、あと変な色気というんですかね、妙な色気というか、ちょっとねこの目黒蓮さんとは方向性は全然違うんですけども、なんかこいつただもんじゃないぞっていうとんでもない存在感を放ってましたね。はい、いやスノーマンすげえなと思いましたよ。だからねというわけで、これもね、今後どうですかね、私の幸せな結婚が初週 6.5 億円で28億円まで稼いだので、その半分であればね、まあ、順当に考えればね約半分としたら、まあ、13億円ぐらいにはなるんでしょうけど、まあ目標はぶっちゃけ10億円といったとこですかね。やっぱりサスペンススリラーというかかなりねえぐい、残虐な描写もあるので、まあ、ある程度見る人はね選んでしまうところもあるから、まあ、それを考えて、まあ、10億が目標なのかなって、まあ、10億いけばね、この作品で10億いけば、もう万々歳というかすごいなと思います。はい。やっぱね、なんていうかこう、ファンの力ってすごいなと思いましたね。まさかこのマッチングっていうね、作品がここまで興収を伸ばすとは、ちょっと僕もね、予想はしていなかった。まあ、前回もね、僕、今週公開される映画を紹介した時、マッチングはランキング入ってくるのかなみたいなこと言ってたと思うんですよ。でねこのマッチングなんですけど、よくよく考えるとね何がすごいかって、公開巻数が260巻なんですよね。でもうほら周りは配給がもう300超えるような映画ばっかじゃないですか。マダムウェブなんか351ありますから、まあ、大規模公開とは言えないんですよね。まあ、中規模と大規模のちょうどまあ真ん中ぐらいなんで、まあ、稼働率がかなり高かったってことになるんじゃないかな。まあ、都心だったら、チケット売り切れとかね、出ていたんじゃないかなと思うんですよね。公開関数、これだけ少なくて、多分スクリーン数もそんなに多くないんで、他の映画に比べると、多分スクリーン数も少ないと思うんですよね。で鬼滅とか、ガンダムシードを、まあ、4週目5週目とはいえこれほどのねブロックバスターの大作たちを破って、この実写映画が、それも公開規模が260巻程度の、スリラーホラー映画が2位につけているっていうのは、何かねこれただならぬポテンシャルを感じてしまいます。今後ねどのぐらい伸びていくのか、どこまでね興行収入伸ばすのか、こちらの方が僕は配給よりもちょっと興味深いですね。で映画の方なんですけど、どうだったかっていうのは、まあ、よろしかったら僕のね、レビュー、マッチングのレビューも上げてありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。はい、まあねホラー苦手な人はちょっとねきついかもしれないです。結構えぐい描写とかあります。あとねミステリー好きな人ね、どんでん返しを駆使したようなミステリー、サプライズ
サプライズが多いミステリーが好きな人はね、結構楽しめるんじゃないかなと思います。かなりアラがあるというかね、ストーリーは雑ですけど、まあ、それでもね、作り手が観客を驚かせてやろう、怖がらせてやろうっていうね、意気込みは感じられる。なかなかね、見ていて最後までだれることなく飽きずに最後まで見ることはできるんじゃないかなと思います。ということで、はい、2位がねマーチングでしたね。そして第3位がね、あの鬼滅の刃ということで、こちらはですね、週末3日間で動員15万5千人、興収2億2950万円を記録したということで、累計成績は動員、累計動員が124万人、累計興収が 17.7 億円を突破したということで、まあ、20億円はなんとかいきそうですね。まあでもさすが鬼滅だなっていうこと、これテレビのね、編集版ですからね。テレビ放映の編集版でこれだけ稼ぐっていうのはすごいなとは思うし、すごいんでしょうけど、とはいえね、やっぱりこれだけの公開関数でスクリーン数がねめちゃくちゃ多く確保されているんで、公開関数以上にスクリーン数がね、確保されたスクリーン数の数が半端なかったので、それを考えるとね、 17.7 億円っていうのは公開規模には見合ってないのかなと思いますね。まあ、東宝としても、ちょっと見当違いというかね、思ったほどではなかったっていうのが正直なところじゃないですかね。まあ、テレビのね、再編集版だから、まあ、損はしてないんでしょうけども、ちょっとスクリーン数確保しすぎちゃったよねっていうことで、まあ、次回のね、鬼滅の刃は、かなりね、スクリーン数が絞られてくるんじゃないかなとは思います。そしてね、やっぱりこういった何、テレビの編集版、テレビの再編集版は、そこまでね、動員っていうのは、まあ、動かせないっていうかね、あの鬼滅の刃前回はね初めてだったから良かったんでしょうけど、まあ2回目ですからね、テレビの編集版はさすがに観客もテレビで見ときゃいいよねっていう人もそれだけ多かったってことでしょうね。決してね、前回よりも興行収入が落ちているから鬼滅離れが起きているとは思いませんけども、まあちょっとテレビ編集版でお金を稼ごうっていうのは、もうそろそろなかなかね、こういう大型のシネコンの映画ではもう通用しないのかなっていうことで、まあ結構ね、今までガンダムとか、テレビ編集版やってましたけど、まあ、大体ミニシアター系扱いでしたからね。というわけで、まあ20億円超えてくるかな、まあ20億円は超えてくるとは思いますけど、30億はいかないのかなとは思います。そして、第4位が、こちら、機動戦士ガンダムシードということで、ごめんなさい、ポスター出してないんですけども、こちらは累計成績は207万人、興収は 34.8 億円ということで、強いですね。5週目ですけど、まだまだ強いです。まあ、それをね、鬼滅とガンダムシードをこの関数でね、上回ったマッチングがすごいなと思いましたね。でね、鬼滅の刃、そういえばスクリーン数すごい多いって言いましたけど、まあさすがにね、今のところスクリーン数はね、かなり絞られてはいますね。はい。というわけで、新作なんですけど、こちら、マダムウェブですね。このマダムウェブもね、僕昨日、レビュー動画を上げていますけども、新作でマーベル初の本格ミステリーサスペンスということで、これはね、MCU ではなくて SSU なんですね。ソニースパイダーマンユニバースということで、ソニーなんですね。マーベルではないんですよ。ちょっとね、ここら辺、どういうことかっていうのは、かなり、まあ、いわゆる大人の事情なんで、なかなか説明は難しいんですけど、知りたい方は僕のね、マダムウェブの動画でそこら辺説明してあるので、ぜひ見ていただきたいんですけども、これはね、ちょっとね、先ほどもこう書いてあるんですよ、ここにね、大きくね、ここに書いてあるじゃないですか、マーベル初の本格ミステリーサスペンスって書いてあるんですけど、これ本当に大嘘で、本格でもなきゃミステリーでもないっていうね、本格ミステリーの要素どこにあるんだって。いや、本格がついてないミステリーですらないという、普通のミステリーですらないというね、
いや、これはちょっとね、詐欺ですね、タイトル詐欺ということで、僕もこの映画、アメリカでね、本国アメリカでめちゃくちゃ評価が、もうロッテントマトの評価がめちゃくちゃ低かったんで、見るつもりなかったんですけど、ただポスター見たらね、本格ミステリーサスペンスってここに書いてあるんで、一応僕ね、ミステリー作家なんで、まあ、そういうことであればって、本格ミステリーであればっていうことで、見に行こうと思って見に行ったんですけど、あ、ちょっとね、本格ミステリーどころかミステリー要素すらないっていう。こういうことやってると、本当ね、やっぱりビジネスっていうのは信頼の上に成り立っているんで、こういうことをするとね、観客ね、せっかくの劇場離れっていうんですかね、どんどん今お客さんが減っていて劇場から離れていくのに、映画会社がこういう詐欺まがいのことをしてると、さらに離れていくことになりますよね。もう少なくとも僕もね、もうマーベルとかスパイダーマンとかも見るのやめようかなと思ってるんですよ。こういうことが。なんかこれちょっとイラッときたっていうかね。マダムウェブはもう見るつもりなかったんだけど、ねえ、これに踊らされて見に行ったけども、完全に騙されたわけだから、もうなんかもうスパイダーマンシリーズだの、マーベルだの、もう見るのやめようかな、みたいな。さらにこう気持ちが離れていってしまいますね。で、マダムウェーブなんですけど、まあ、シナリオはひどいですね。まあ、低評価、ロッテントマトが低評価なのもうなずけるんですけど、ただね、個人的に言わせていただけると、この SSU って過去にはね、ベノムと、あとモービウス、ベノムが1作目と2作目があって、あとモービウスですよね、吸血鬼のやつ。モービウスがあって、このマダムウェーブが4作目なんですよ。で、個人的に SSU って僕全然面白いと思って、ベノムもモービウスもつまんなかったんですよ。まあ、ベノムとモービウスが僕の中で全然面白くなかったので、正直マダムウェーブは比較的マシに見えました。まあ、正直どれも似たりよったりなんですけど、正直ベノムもモービウスもマダムウェーブもつまんないよねっていうことで、このマダムウェーブだけがね、著しく劣ってるというわけでは僕の中ではなかったですね。ベノムとか、モービウス並みにつまんねえなっていうね、それが僕の正直な感想ですね。ただね、主演のダコタ・ジョンソンはね、良かったなと思います。これね、監督が SJ クラークソンということで、これ女性監督なんですね。まあ女性ばっかしか出てこないっていうね。まあちょっとね、あとフェミニズム的な感じがしないでもないですけど、まあここまでシナリオが悪いとね、もはやフェミニズムだとしても、なんだ説得力がありません。だからもうね、フェミニズム映画として見る価値もないといったとこですね。まあこんな出来悪いとね、もうさすがにもうフェミニズムを語るまでもないといったとこですかね。というわけで、次、第9位も新作が入ってます。ウルトラマンブレイザー・ザ・ムービー、大怪獣、首都激突ということですね。ゲント隊長を率いる特殊怪物対応なんていうの、文献隊 SKARD が活躍する特撮テレビドラマの劇場版ということですね。まあ、全然知らなかったんですけど、これがね、入ってきてるということです。土橋さんのね、身代わり忠臣蔵も、3週目にしてまだね、ランキングに入ってますね。まあ、一応知り合いなんでね、応援してます。このね、身代わり忠臣蔵、僕の動画でもレビューしてますけど、なかなかね、面白かったですよ、これね。別に忖度してるわけではなく、僕はこの映画ね、そこ、ちゃんと楽しめましたね。プロットがよくできてるなと思いました。というわけで、興味のある方、ぜひですね、見てあげてください。あと、ゴールデンカムイもね、入ってますね。いや、でも今回ね、やっぱり驚かされたのはマッチングですよね。マダムウェブが、多分 IMAX シアターとかも使ってるわけですよ。で、IMAX シアターとか 4DX なんかも多分あって、ね、なおかつ公開館数もこんな大きい、スクリーン数も多分多いわけで、351よりはるかに多いわけですよね。で、マッチングはおそらくスクリーン数も260だと思うんですよ。各映画館1こね、ワンスクリーンずつみたいな感じになるんじゃないですかね。だから公開回数も、1日における公開回数もね、マダムウェーブとはもう比べ物にならないぐらい少ないと思うんですけど、はるかにマダムウェーブをね、凌駕してますからね。まあ、逆を言えばね、マダムウェーブが大こけしちゃってるといったところですかね。まあ、これはもうこけてもしょうがないね、この映画はね。
まあ、怖いもの見たさっていうか、アメリカでの低評価がね、すごいんで、まあ、どんなにひどいのかっていうのを確認したい人が見に行く映画なのかなっていうことですね。ただね、見ている人たちも相当ハードルを下げて見ていると思うんで、案外ですね、うわ、これひでんだろうなとか、ゴミ映画なんだろうなと思って見に行くとですね、案外そうでもないっていうか、あれ？思ったより悪くないじゃんって思うかもしれないです。それはあくまでもね、ハードルをめちゃくちゃ低く下げた場合なんですけど、僕もハードルを低く見して見に行ったんで、まあ見た感想としてはね、まあ言うほど悪くないというか、まあそんなね、睡魔に襲われるほどでもなかったですね。まあその点ね、モービウスとか僕結構もう半分睡魔に襲われてましたから、僕の中ではモービウスよりはマダムウェブの方がマシだったのかな。あと、ベノムの一作目も僕は非常につまんないと思ったんで、まあ、ベノムの一作目ぐらいつまんないかな、ぐらいかな。そんなとこですかね。まあ、もう来週にはおそらく圏外に落ちてしまうんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、今週こんな感じになりました。というわけでね、今週公開される映画もね、チェックしていきましょう。どうですかね。今週は上位に組み込みそうな映画はあるのかな。まず、たいあそうですね、52Hz のクジラたち、こちら入ってきそうですね。杉咲花さんですね。で、原作は町田そのこさんの、これ本屋大賞ですよね。本屋大賞を受賞した、原作小説の映画化で、主演が杉咲花さん、志尊淳さんですかね、宮沢氷魚さん、小野花梨さんということで、今も結構ね、シネコンなんかではね、もう結構予告編がガンガンかかっているので、見たことがあるっていう方も多いと思うんですけども、まあ、これは僕ね、原作はまだ読んでないんですけど、どうしようかな、原作読んでいくべきですかね。なんか、いかにも本屋大賞って感じのね、書店員さんが好きそうな感じの小説って感じですよね。最近ちょっとこう、なんだろう、もうちょっと本屋大賞とんがってもいいのかなって 思うんですけどね。なんかちょっとこう、本屋大賞らしい作品っていうのが、もうなんとなくこう、見えてきますよね。こういう作品ですよね。はい、というわけで、これね、フィルマークス評価もすごい高いですね。というわけで、これは僕もね、今週見に行こうかなと思っております。3月1日ですね。あれですね、ファーストデーですから、安く見られますね。はい、次。これは多分上位入ってくると思います。フィーストっていうのかな、これ。ごめんなさい。フィースト、共演。これは、どこの映画？フィリピン、香港。息子が起こした交通事故の罪をかぶり、刑務所に収監されていた家族の長の帰還を祝う宴の準備が進められていて、収監されている間、妻と息子は協力し合って家族と家計を守り、亡くなってしまった男の妻と子供を引き取り、交通事故で亡くなった男の妻と子供を引き取って使用人として面倒を見ていた？何これ。しかし、宴が近づくにつれて、後ろめたさと悲しみが再び現れ、失ったものと失わせたもの、要するに被害者と加害者との間の平穏はかき乱されていく。これ、ね、なんか面白そうですね。なんかこう、胸クソドラマって感じですか。これ面白そうだな。フィリピン、香港映画。これはちょっと見に行こうかな。どこでやるんだ？今週はね、東京に戻るので、この週はね、東京に戻るので、多分見ることができる。ヒューマントラストシネマ。こちらでやるのね。はい、これはちょっとチェックですね。個人的には見たいかな、これ。あと、パリピ孔明ですね。最近、パリピ孔明って実写でドラマ化されてましたよね。まあ、視聴率はね、あんまり振るわなかったみたいですけど、それのアニメ版だそうです。ということで、東京ではどこでやるの、これ。こちらもヒュートラでやるんですね。はい。まあ、これは見ないかな。あとは、コットンテール。これ何ですかね。ロングライドの配給で、ジャンルはドラマ。イギリス、日本の合作映画ですね。パトリック・ディキンソン。で、リリー・フランキーさん。錦戸明さん。
錦戸明じゃない、錦戸亮さん、木村多江さん、高階凛さん、ヒューマンドラマということで、これはどちらでやるのかな。こちらはテアトルとかでやるのかな。こちらもヒューマントラストですね。あとシネリーブル、アップリンク、なるほど。これもちょっと要チェック作品になるのかな。で、あとね、ロッタちゃん初めてのお使いって、これロッタちゃんってなんか過去になかったですかね。リマスターですね。見たことあると思ったわ、このタイトル。映画は見てないんですけど、このタイトル知ってるなと思ったら、リバイバルですね。もう最近リバイバルがね増えてますからね。スウェーデンの映画ですね。北欧スウェーデン、はい。再びこれなんですかね、宮古島物語、再びら再会ぬ海って、何これよくわかんない。 4.2 ですよ、これすごくないですか。これどこでやる、これケーズシネマかシネマロサでしょうね、これは。シネリーブルですね。どんな映画なのかちょっとよくわかんないんですけどね。ご当地映画なのかな。でもね、フィルマークス評価すごい高いんですよ。で、今週はね、上位に食い込んでくるのはこれでしょうね。映画ドラえもん、のび太の地球シンフォニーということで、まあ、これはまあ手堅いでしょうね。これは堅いでしょう。で、ポーカーフェイス、裏切りのカード、ラッセル・クロー主演。これはどんな映画だったっけ。これってあれ、未体験ゾーンの映画でしたっけ。こんなんあったっけ。これどんな映画なんですかね。これどこでやるんだ。これヒューマントラストだったら、でも6巻だよね。どこでやるんだこれ。これは未体験ゾーンではないね。あ、キノシネマでやるんだ。キノフィルムズですね。なるほど。まあ、でもフィルマークス評価低いから、まあ、どうだろう。漫才紹介ザムービー、ね、ザムービーとついている以上なんかあれですか。ドラマか何かあったんですかね。埴輪さんですね、監督が。どうなんですかね、これは。ドキュメンタリー映画だそうです。角川だから角川シネマでやるのかな。そうですね、角川シネマ有楽町ってやりますね。あのビッグカメラの上にある映画館です。というわけで、あと他に何がある。後書きドラマ、これも、ポレポレとかそういう小さな映画関係。下北駅前シネマということで、下北にできたね、下北沢にできた新しい映画館ですね。下北沢が舞台なんだ。なるほど。行ったことないんだよな、あの映画館。明けましておめでたい人、 4.1。 これも評価高いですね。これはどんな映画。アップリンクか。ちょっと見に行けないかな、これは。俳優脇山達也の身に実際に起きた年末の出来事を書き起こした作品と。っていうか、この人知らない。そして、チェッカーズの、この中野サンプラザのね、1987年の、ライブというかね、が、まあ、映像ということで、ねえ、1987年ですよ。いや、あの当時はね、本当にチェッカーズすごい人気でしたからね。アーガイル、あ、これも多分ね、今週これも上がってくるでしょうね。アーガイルもそこそこの公開規模があると思います。まあスパイものですね。今もうシネコンでは結構ね、予告編上がってますから、見たことある人がいるんじゃないでしょうかね。アーガイル、これも僕どうかな、見に行こうかなと思ってます。あと、ポラリス、死闘のアイスロード。あ、これあれだ。未体験ゾーンの映画たちだ。確かそう。ね。
北欧版のマッドマックスみたいな。はい。あとは、水平線、水平リーベイ、僕の船。ピエール・タキさん主演。どんな映画なんですかね。震災で妻を失った福島の散骨業者と一人娘の相国ね、散骨業者なんて業者あるんですか。へー、なるほどね。どうなんだろうこの映画、どこでやるんですかねこれ。テアトル新宿だそうです。あー、これもちょっとチェックかな。リトル・リチャード、アイ・アム・エブリシング、知らない人ですね。愛の行方、何ですかこれは。北海道で暮らす幼馴染の愛と宗介。まあ、人間ドラマっぽいですね。18歳の大人たち。あ、なんかあれでしょ、なんかこれ予告編かかってたよ。喧嘩に明け暮れ少年院までに入っていたこの男の子がですね、なんか映画をみんなで撮るみたいな、そんな内容だったかな。どうなんですかねこの映画、余裕があったら見るかどうか。ストリートダンサー、インドの映画ですね。142分もあります。対馬、福島は語る、何ですかこれは。震災のお話ですかね。そうですね、興味ねえ。カズエ的、これもドキュメンタリー、すべての夜を思い出す。まあ、いわゆるタマニュータウンの50年余り経った今、この街は静かだけど、まあ、豊かな時間が流れている中の、人間ドラマといったところですね。どこでやるんだこれ。シネマロサとかケーズシネマですかね。ユーロスペースか。ユーロスペースもね、時々行きます。まぶたの転校生。これはどこですかね。こちらもユーロスペース。そうですね、今週は個人的にはこう引っかかる映画があんまないですね。まあ絶対に見るであろう映画は 52Hz、 これちょっと共演も見たいね、フィースト、あとコットンテイルぐらいかな、あとアーガイルぐらいですかね。あとまあ、あとは見ても見なくてもどっちでもいいみたいな感じですけども。皆さんは何か見たい映画ありますか？なんか紹介してほしいというか、レビューしてほしいという映画があればぜひですね、コメント欄に書いてみてください。見るかどうかわかりませんけど。ちょっとわかりませんね。まあ今週はとりあえずランキングしてくるのは 52Hz とドラえもんでしょうね。あとアーガイル、ここら辺が上がってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、全米も見ておきましょうかね。全米がまた1位はボブマーリーか。2月最終週の北米の映画市場は再び減少傾向に転じちゃいましたね。でそんな中、伝説のレゲエミュージシャンボブ・マーリーの人生を描いたボブ・マーリー・ワン・ラブが上映関数を増やして2週目も興行収入ランキングトップを君臨ということです。週末3日間で興収
1350万ドルを記録、累計は7100万ドルで、2024年公開映画の中ではミーンガールを抜いて1位となった。へー、今のところ2024年の公開映画の中ではこのボブ・マーリー・ワン・ラブが1位だそうですね、アメリカでは。で、これ日本でももう公開予定ですね、5月17日ね。まあ僕ね、ボブ・マーリーとしてあんま知らないんですけど、僕これアーティストとか芸術家を主人公とした映画って結構好きなんですよ。傑作多いじゃないですか。だからね、このボブ・マーリーもね、おそらくこれ見に行くと思います。見たいですねこれはね。そして2位ですよ、なんといっても。はい、来ましたね、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古絵がですね、全米、ランキングに入りましたよ。週末3日間のオープニング興行は1150万ドルで、23年に公開された鬼滅の刃、上弦集結、そして刀鍛冶の里へのオープニング興行1010万ドルを上回ったと。素晴らしいね、アメリカでは上回ったんですね。日本では下回ったんじゃないねえ。あ、そうなの。アメリカではこちらの方が、まあ確かにテレビ放映とか向こうはされてるのかな、ちょっとわかんないんですけども。なるほどね。まあアメリカでもね、鬼滅は人気があるんですかね。まあ2位ですからね、すごいことですよね。さあ、どこまでね、記録を伸ばせていけるのかっていうのも気になるところですね。ヒラリー・スワンクが主演を務めたオーディナリーエンジェル、これライオンズゲートですね、これ新作です。ヒラリー・スワンクといえばね、あのクリント・イーストウッド監督のミリオンダラーベイビー出てた、あの主演の女性ですね。あれでアカデミー賞を取ったのかな、あのボクシングの映画ね。はい、そのヒラリー・スワンク主演の、オーディナリーエンジェルズが3位ということですね。驚くべき実話をもとに、スワンク演じる美容師が妻に先立たれ、妻に先立たれ重病の娘を抱えるシングルファザーを助けようとする、奮闘する姿を描いていると。なるほど、スワンクの妻じゃないよね、おかしいと思った。スワンク演じる美容師が、奥さんを亡くして重病の娘を抱える、まあ、お父さんね、シングルお父さんを助けようと奮闘する。あ、なかなかいいお話そうですね。へ、グラミー賞を受賞したミュージシャン、デイブ・マシューズが制作に名を連ね、ジャン・ガン監督ですね、デート・ウィズ・ドリューあったね、そんな映画ね。ドリュー・バリモアと、デートをしたい男の子のなんかドキュメンタリー映画じゃなかったっけあれね。映画メガホンを取ったジョン・ガン監督ですね。週末3日間で制作費の約半分にあたる興収650万ドルを上げていますということで、まあ、これは制作費の回収はいけそうですね。よかったですね。はい、というわけでね、マダム・ウェブがね、2週目にしても早くも4位に転落していますね。あと何がある？あと8位ですね。これなんだろう、イーサン・コーエン監督が初めて単独で、コーエン兄弟、これコーエン兄弟の片割れっていうこと、単独で監督を務める。そうだね、単独ってことは兄弟ではなくて単独で、ドライブアウェイドールズ、日々の生活に行き詰まりを感じるジェイミーとマリアンは車の配送をしながら、これドライブアウェイっていうんですね、車の配送のことを、ドライブ旅行に出かけます。しかし謎のスーツケースをめぐってギャングたちに追われることに。へえ、面白そう。週末3日間でオープニング興収200万ドルを記録しましたということで、これはもう日本でもやるみたいね。ドライブアウェイドールズ、もうタイトルも決定してんのかな。6月7日パルコですね、パルコ配給で6月7日に公開予定ということですね。へー、マーガレット・クワリー、ジラルディン・ビスナはなんて、これどこの綺麗な人ですね。あとマット・デイモンもね、出るらしいですよ。マット・デイモン、ビル・キャンプ、はい、面白そうですね。僕も見たいな、これは。まあ見ると思いますけど。はい、
そんなとこですかね。というわけで、まあ、新作がそんなとこということで、他にはね、ウォンカ強いですね。11周目にしてまだランキングに残っています。そして、ジェイソン・ステータムの、ザ・ビーキーパーがね、なんか結構大ヒットと言ってた割には、ウォンカに負けちゃってますね。11周目のウォンカに7周目のザ・ビーキーパーが負けちゃってますけどもね。なんかちょっと落ち込んでしまいましたね。あとまあ、こちら、イルミネーションの、これ日本でもね、もうすぐ公開予定ですよね。イルミネーションのフライ、3月15日、もう来月控えてます。はい。こちらもどうなのかね。イルミネーション最近ね、外れがないというか、スーパーマリオザ・ムービーとかね、あれイルミネーションですからね。最近ね、こういったアニメがこけまくっている中で、さあどうなんでしょうね、イルミネーション。ま、そんなとこですかね。というわけで、最後にね、毎年恒例、毎週恒例、ミニシアターも見ておきましょうかね。毎週、まあ、あんま動きないです。1位はね、映画ギブン。相変わらず1位です。そして、ヒプノシスマイクが2位。これは変わりません。そしてね、これよくわかんないんですけど、死のアリス、一番最後の物語が3位に来てますね。これどういう、これもアニメですね。そして、ビクトル・エリセ監督の瞳を閉じてが、4位。まあ、ちょっとワンランクダウンしてしまいました。これもね、見たかったんですけどね。ただ僕よく考えたらね、ビクトリエリセの監督も見たことないんですよね。有名なミツバチのささやきの監督ですよね。ミツバチのささやきとかエルスルースでしたっけ？エルスルース、見たことないんですよ。で、5位がね、またワンランクダウンで、ファイヤーバードです。これはね、確かソビエトの占領下にあるエストニアですかね、バルト三国のエストニアの中で起きる、まあ、いわゆる同性愛、ボーイズラブものということで、まあ共産圏ですからね、同性愛というのは禁じられてますから、まあ、その中でこの同性愛、ボーイズラブというね、はい、これもちょっとね、本当は見たかったんですけどね、見た方ぜひ感想を教えてくださいということで、はい、まあね、今週こんな感じということでね、よろしくお願いいたします。また今週からね、映画見たりいろいろ、あ、そう、今週はね、ちょっとね、トークショーがあるんですよ、僕のトークショーが。3月3日かな、九州の方で、福岡県の方で、僕トークショーをしますので、まあ、もう、あれ、受付、どうなのかな、ちょっとわかんないんですけど、中間市っていうところでトークショーしますので、もしお会いできる方がいらっしゃれば、楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんなとこですかね。今週はだから福岡行くんでね。まあちょっと福岡県の、まあ久しぶりに福岡市のね、福岡の博多、天神の映画館にも行ってみたいなと思ってます。はい。ね、旅行まで行って映画見るのかよってね、言われちゃいますけども。昔僕ね、大学は福岡、まあ大学は小倉だったんですよね、北九州市の。で、そこから就職したんですよ。就職もやっぱり福岡県内で、よくね、天神とかよく行ってて、あの当時ね、シネテリエ天神ってありませんでした？なんか、もう今ないのかな、ミニシアター。当時僕が大学の頃はね、大学卒業した頃はミニシアターが結構流行っていて、でそのね、シネテリエ天神だったと思うんだけど、カストラートって映画を見に行った思い出があります。なんだっけね、ボーイソプラノを守るために、まあ男性の局部を切っちゃった、オペラ歌手の話ですね、カストラートっていうタイトルの映画があったんですけど、あれをね、見に行ったんですけどね、確かね、親不孝通りの中にあったような気がするんで、思い出があるんだけど、違うかな。ね、今もうちょっとね、福岡県の映画館事情もかなり様変わりしちゃってると思うんで、ミニシアターとか残ってんのかな。まあ、去年もね、博多、天神行ったんですけど、ちょっとね、今回はちょっと映画館にもね、足を運んでみたいなと思っております。以上、ミステリー作家の七吉でした。バイバイ。